あと数分で現場到着です。よし、カメラチェック、音声チェック、レポーターさん、スタンバイ。はい。音声チェック OK です。カメラチェック入ります。急げよ。任せといてください。うわー、安心しないとダメかな。いや、もう山の向こうは明るいから大丈夫だろう。助かった。あ、日が昇る。よし、局からコール、本番10秒前。現在ウリバ山の上空です。立ち上る煙がご覧いただけるでしょうか。路線バス転落事故から約36時間が経過いたしました。消火作業はかなり進んでおり、山林への被害は軽度なもので済みそうです。しかし乗客の生存はほぼ絶望的であるという見方が強まっています。え、あ、待ってください。今情報が入りました。生存者が確認されたようです。3名救助されたようです。どうやらまだ幼い子供ばかりのようです。一旦戻りまして情報を。はい、姉も亡くなり、あの子の心も。せっかくキリエさんが救ってくださったのに。無理もないとは思いますが。時間が解決してくれる、そう信じています。他にできることもありませんし。お気持ちは察します。そういえばお子様は。ああ、あいつは元気ですよ。元気すぎてこっちの手を焼かせてばかりです。今日もついてきたはずなんですけどね。まったく、どこをうろちょろしているんだか。男の子は元気が一番ですわ。ミソラも同じ年頃のことをお隣になればきっと。そうですな、いくらかでもお役に立てればいいんですが。母を亡くした事故で私はそれまでの記憶も失ってしまった。ううん、事故の後もあの日までのことはほとんど覚えていない。ただ漠然と何かを持たされていたような記憶がある。それはとても重い何か。それは悲しい運命だから。私は暗い場所で何かを待ち続けていたんだと思う。それはきっと恐ろしいものなのに。でも私はきっとそれからは逃げられない。そう決まっていたのだから。だから待ち続けていたんだと思う。本当にそんなことを思っていたのかはもう覚えていない。だって今の私はあの日に始まったのだから。あれ、誰もいないって思ってたからちょっと驚いちゃったよ。ここ一緒にいてもいいかな。今日引っ越してきたところなんだ俺。そんで片付けやってたら親父の大事にしてた茶碗を割っちゃって。あ、言っとくけどもちろんわざとじゃないんだぜ。下に置いてあったからコツンって蹴っちゃってコロンって転がったと思ったらバカッと割れたんだ。年代物とか言ってなんか古いものらしいからきっと寿命だったんだな。だって畳の上だぜ、普通は割れないだろ。なんか俺ばっかり喋ってないか。うん。名前なんていうの。俺はタツト。え、あ、当たり。ヤクもタツトって言うんだ。私はミソラ。ソーマミソラ。ミソラちゃん。そっか、ミソラちゃんもなんか怒られそうなことしたのか。なんで。なんでって隠れてるんだろ。違う。じゃあ何してんの。立ってる。誰を。分かんない。それなんで持ってるんだ。どれ。刀だろそれ。もしかしてそれ壊しちゃったとか。あれ、刀
刀って簡単に壊れるっけ？わかんない。そうだよな、普通壊したことないだろうし。知らないうちに持ってるから。え？どういうこと？わかんない。わからんことだらけか。まあ親父も人生はわからんことだらけだって言ってたし、そんなもんかもな。でもな、そんな暗い顔ばっかりしてちゃダメなんだぜって俺も言われた。タツとも？うん、よく覚えてないけど親父がそう言ってた。自分は泣いてたくせに無理してニカって笑ったのは覚えてるな。あれっていつだったんだっけ？タツとも。そうだよ、だからミソラちゃんも笑えって。どうやって？無理やりかな。俺もそうだったし。ミソラちゃんここんちの子だろ？うん。じゃあこれからはお隣さんなんだからさ、なんかあったら俺に言えばいいよ。どうして？どうしてって、一人で考えるより誰かに言った方がすっきりするんだってさ。これも親父が言ってた。嘘でもなさそうだから俺もそうするようにしてるんだ。まあそれでよく親父と喧嘩したりするんだけど。でもわかんないから。それでもいいじゃん。え？わかんないままでも言っちゃえばいいさ。嘘つくよりずっといいだろ。俺なんか時々嘘つくからな、なんでか親父にはすぐバレるんだけど。とりあえず一緒に待ってみよっか。何が来るかわからないんだろ。おっかないもんが来たら俺が追っ払ってやるよ。その代わり親父に見つかったら一緒に謝って。うわ、どうした？あ、大丈夫だって。親父顔は怖いけど女の子には優しいはずだから。違うの。じゃあどうしたんだ？どっか痛いとか？わかんないけど。泣いちゃうなんて考えてなかったぞ。そうだ、大きくなったらさ結婚しよう。俺がミソラちゃんを幸せにするぜ。結婚？そう。するの？結婚？なんであんたと結婚するのよ、バカタツと。このエッチとか怒らないの？みんな怒るんだけど。だって言われたの初めてだし。しまった、そりゃそうか、普通驚くよな俺のバカ。こういうの空振りしまくりって言うんだっけ。どうすればいい？俺にできることあるか？どうしたら泣き止んでくれる？いい。けど。一緒に。ん？一緒に。いて。え？あ、うん。あの日、あの時から、すべてが始まった。記憶をなくした私にとって、あの出会いが全ての始まりだった。暗い闇の底から明るい日のもとへ、あの時から、そして今も、私にとって彼との記憶こそが思い出の全て。それから10年以上経っても、私にとって彼の存在はとても大きなものであり続けた。ずっと幼馴染として同じ学園に通って同じものを見て、友人たちからは私たちが付き合っているんだって思われていた。私もそのつもりだったし、それがとても自然なことだって思っていたから。そんな時間が続くってずっと信じていたが、現実は違った。彼の存在が大きくなればなるほど、時間が経てば経つほど不安と焦りばかりが大きくなっていって。お、開いた。
なんだこりゃ。これは随分だれだな。仕方ないよ、めったに掃除なんてしないから。さすがにたまにはした方がいいと思うぞ、大掃除とかさ。そんなこと言っても大変なんだよ、いろいろなものがありすぎて。まあ確かに。何しろ蔵の奥には相馬家がこの土地に来る前から伝わってるものだってあるんだもの。ほう、カホってやつか。鑑定してもらったらどうだ、大金持ちになれるかもしれんぞ。ちょっと違うかも。うちって武勇で名を馳せた家柄らしいの。だから刀とか槍とか。それだって高値がつくもんがあるだろう。お金のことしか考えてないの？そういうわけじゃねえけど。それに因縁のある掛け軸とか鬼の手とか、なんだか怖そうなものもあるのよ。なんでそんなもんがあるんだ？そんなの私も知らないわよ。ただ前に優子おばさんが言ってたんだけど。あ？なんでも相馬家は代々武門の家柄であると同時に、人にあだなす人外のものから人々を守る家柄なんだって。桃太郎かなんかの子孫か。さあでも鬼退治のお話も伝わってるんだよ。ほうほう、一寸法師か。なんでそうなるのよ。まあ違うだろうな、ミソラは小さくねえし、むしろ胸なんかは人一倍。立つと。まあよくわからんが、すげえんだな。我が家のインチキ神主とは違うってわけだ。ん？この箱にもなんかその手のもんが入ってるのか？そう。あ、ダメだよ勝手にいじっちゃ。ちゃんと頼まれたものだけ探さないと。それは返して、戻しておくから。へいへい、じゃあさっさと終わらせるか。パトリシアの案内もしなくちゃならんし。パトリシア先生の？ああ、ここんところ毎日だよ。よっぽどこの田舎町に興味があるんだろうな。地図だのガイドブックだのを見るたびにここに連れてけってうるさくて。いつからだろう、彼の口から他の女性の名前が出るたびに胸が痛むようになったの。いつからだろう、私たちは友人が噂するような関係ではなく、本当はただの幼馴染なんだと。もし彼の口からそう言われたら、全てが終わってしまうんだと思うようになったのは。憎いのか。え？何ぼーっとしてんだよ。ごめん。いいから探し物をさ、さっさと終わらせようぜ。それで違う女の人のところへ行くの？ま、新鮮な驚きではあるけどな。何が？市内を持たせりゃ無敵のミソラちゃんがだ、薄暗い蔵の中が苦手だってことがさ。仕方ないじゃない。あ？仕方ないじゃない、小さい頃から嫌いなんだもん。タツトと初めて会った日からここだけには近づかなかったわ。足がすくんじゃうの、近づいちゃダメだって。でも今日はタツトが一緒だからって。それなのにタツトは他の女の人のこと。おい、ミソラ？ねえ、答えて。私たちってただの幼馴染なのかな、それともみんなが噂してるように自分が止められない、口をついて出る言葉の全てに後悔した時にはもう手遅れだった。好きだって言ってほしい。他の人とのことは誤解で、私だけ見てるって。私にはタツトしかいないんだから。突然あんなことを言い出した私を、タツトは心配そうに見つめている。そして彼の口が開く。聞きたくない。聞こえないようにしてやろうか。他の人の名前も私のことをどう思っているかも。答えを聞くのが怖くて、私は彼から視線をそらし、目を固く閉じしゃがみ込んでしまった。ならば聞こえないようにしてやる。え？
聞こえない。何が起こったのか私には理解できなかった。ただ手に持っていた木箱はいつの間にか開いていて床に転がっていた。気のせいだろうか。錆びた鉄を口いっぱいに含まされたような嫌な匂いが蔵中に充満している。気のせいだと思いたい。ハツトの立っていた場所には赤黒いシミが広がっている。ハツト、お前の役目を忘れたのか。役目忘れたのならばいい。たまらんな血の味はいつの世でも。初めてだぞ人助けをしたのは。お前の望みだ。小僧の声はもう聞こえまい。誰にも渡したくなかったのだろう。私が願いが叶ったのだ。もっといい顔をしろ。なぜだかわからない。それでも目の前の怪物が言っていることは嘘ではないことがわかった。私の招きに応じて私が望んで私が立つと目の前が真っ暗になる。もうこの鬼には恐怖を感じた。ただ自分の中の思い、大好きな人を傷つけた自分自身の思い、私は立つと よく叫ぶ娘だ。さあ次はどうしてほしい。何を望む。それが望みか。ならば我がその身を。赤い記憶、あの時と同じ。あれは炎の色、あれは血の色。あの時も私は誰かの腕に抱かれ命を救われた。温かな腕に抱かれながら私はまた深い眠りにつく。恐ろしい夢を忘れ、温かな気持ちと愛しいという思いを抱きながら。でも次に目覚めた時、悪夢がまだ過ぎ去っていないことに気がつくのかもしれない。心に刻まれた記憶は決して消えることがないのだから。夜は続く。いつまでも明けることのない夜が朝の来ない夜に抱かれて、私は怖い夢を見続ける。
そろそろ起きないと。起きなくちゃ。朝ごはん作って、それから…美空さん、朝からお行儀が悪いですよ。あ、おはようございます、おば様。はい。おはようございます、ゆう子さん。はい、おはようございます。あの、ごめんなさい、ゆう子さん、ちょっと遅刻しそうで。それに、タツとの朝ごはんも作らなくちゃいけないし。確かにその心がけは大切ですよ。ついた殿方のために朝食を作る、それ自体は立派です。ですが、どんな時にも慎みというものを忘れてはなりません。わかりますね。以後気をつけます。それで、その…出かける前に、ちゃんとお母様にも挨拶を忘れずにね。はい。遅よ。まあ、ちょっと自分が早起きしたと思って。何してるの？この格好見りゃわかるだろ。お料理だよ。お前も食ってくか？うん、ごちそうになっちゃうかな。朝ごはんまだだし。手伝わんやつには食わせんぞ。はいはい、手伝いますよ。タツと一人に任せてたら心配ですからね。失敬なやつだな。卒業式の練習？そう。なんだ。そんじゃ急がなくてもいいじゃないか。どうして？サボるから。ダメでしょ。私たちだって卒業生だよ。だからこそだ。なんで祝ってもらう俺らが練習なんてすんだよ。卒業式はそういうものじゃないと思うけど。その上、こんなに天気もいいんだぞ。何を好んで屋内に閉じこもらにはならんのだ。このお日様に背を向けるなんざ、せっかく機嫌を良くしてる天気に対して申し訳ないと思わんか。あのね、タツト、団体行動って言葉知ってる？うん。今更乱入しても他の連中の団体行動を乱すだけだな。そうじゃなくて。それに、これから言っても気まずいだけだぞ。それは、そうだけど。だろ？だったら、な。